やちむんって沖縄の器なんや、これがね。幸せになっちゃうね、甘いもの食べると。健康にする気？今回喫茶店を訪れるのはロシア生まれ姫路育ち YouTuber としても活躍する小原ブラス。さあ、手塚山三丁目駅前まで来ておるんですけども、私は駅前だと聞いて想像してた駅と違ってこういう駅なんだね。これがもう駅なんだね。ちんちん電車で合ってる？ちんちん電車、ちんちんって音がするからちんちん電車っていうね。あ、ここか。わあ、おしゃれよねこれ。これ引くんや、こうやって。いらっしゃいませ。自分で開くの？ちょっと押したら開くんですね、このドア。すごい最新式。こんにちは。いや、なんかご家族ですか？兄弟です。なんか雰囲気似てますね。ね、どっちがお姉ちゃんですか？お姉ちゃんで妹さん。で、お二人でやってるんですか？そうです。はい。仲いいですね。仲いいです。喧嘩します？します、たまに。どっちが勝つんですか？私です。妹の方が強いんや。すごい、なんかここはコンセプトがなんかあるんかな、なんか。沖縄の器を扱ってお料理を提供させてもらってるんですけど。こういうのですか。はい。素敵。器とカフェ藍色は2016年にオープン。沖縄の伝統的な焼き物やちむんでさまざまなメニューを提供する喫茶店です。オリジナルブレンドのコーヒーも趣のあるカップで楽しむことができます。あら、コーヒー、あら、これもなんか沖縄。はい、こちら花織のコースターです。あら、可愛いな、やっぱこれも陶器もこう、やんちむ。そうです。ね、おしゃれ。じゃ、いただきます。ね、美味しい。すっきりしたタイプですね。そう、飲みにくい苦味の強いやつじゃなくて。下手したらもうお茶ぐらいの感じ、ね、これ褒めてんで、ちゃんとコーヒー苦すぎるの嫌って人いるじゃないですか。そういう人にすごい誰でも飲みやすい、はい、でどういう柄なんやろうねこれ。これは唐草です。長寿とかそういう意味の柄です。沖縄のやちむんは唐草の柄がとても多いです。綺麗な色してる。エメラルドというか、あ、これも可愛いね。これシーサーの橋の置物とかね、はい、何が違うんやろ。でもちょっと分厚いんかね。あ、割とぽってりした感じのものが多いですね。作家さんによっては違うんですけど、もともと沖縄の海にはまって沖縄に通うことになって、それで陶器に出会うっていう。はい。地元大阪でやちむんの魅力を発信したいと思った妹の愛さん。器に盛り付ける料理を勉強するため18年勤めた旅行会社を退職し、調理師専門学校に通ったそうです。ここはじゃあおすすめは何ですか？はい、一番やっぱり人気があるのはランチ。結構じゃあご飯もいっぱい食べれるんですね。これが全部入ってるってこと？これが全部、はい。ランチで、まあ週によって違うけど、はい、全部入ってこれ？そうです。ちょっとこんな食べれる？ちょっとずつ、ちょっとずつ出るんですね。すごいおしゃれね。もうじゃあランチいただこうかな。甘いのもなんかあります？甘いのもはいあります。一応ランチのデザートっていうのが。うわ、すごい。これって何取り寄せてるんですか？こういうケーキは。いや、作ってます。ここで。はい。今は豆乳プリンパフェが人気ですね。これ。はい。豆乳プリンが中に入ってて、上に黒糖のアイスと小豆といちごが乗ってます。いいね。で、これもまた。やちむんに入ってるんや。はい。そうなんや。これにしようかな、じゃあ。そしたら、ね、それはちょっと時差で出してもらおうかな。わかりました。先にあっちを食べたいです。ちゃんとした食事。わかりました。はい、すいません、お待たせしました。うわー。はい、健康にする気。すごいサラダと、もうちゃんとタンパク質も入ってて。炭水化物もね、白米やったらね、血糖値がギャッと上がってしまうから、白米にせんとね、雑穀にしてね、いろいろ混ぜて。こういう時にどこから食べるかって大事よね。この私はね、汁物です。お汁物から。正解ですか？私は汁物。汁物がいいですよね、一回ね。はあ。なんか優しい味。今週はほうれん草と人参と油揚げのすまし汁ですね。うん、大根。うん、カレーの味。しかもね、ちゃんと全部熱いのよ。どれかが冷えてるってことがないのよ。これめちゃくちゃ健康的なやつだと思うんですけど。はい、なんでこんな健康なランチにしたんですか？もともと会社員だったので、あんまり健康な食事をしてなかったので、で、まあ、野菜中心で、まあ、季節の野菜を使ったもの、まあ、結局食べたものから自分たちの体ができているので、ね、まあ、自分たちの健康も含め。まあでもこれはなんかすごいやらしい目で見ちゃうけど、この皿見せつけたいんじゃないですか？大量に使いたいんじゃないですか。はい、それでまあ一回手に取って触ってもらって、ね、そうよね。はい。これいいわ、ね。買っていただくっていう。買っていただくまで言わない。言いながら笑ってるけど、そこまでは言わんとやった方が美しく見えたのに、でもそうよね。これ以上ないんじゃない？健康なカフェ。健康オタクやから私も。言ってブロッコリーもな、結構タンパク質もちゃんと入ってるし、必要なビタミンが全部入ってるから、筋トレしてる人はみんなブロッコリー食べちゃう。減量する時はプロテイン飲むのはいいねんけど、やっぱタンパク質って必要やから。でもプロテインを飲むと意外とやっぱ消化が簡単で早くできるから、早く吸収するにはいいんやけども、実際に消化するっていうのをやるとより代謝が上がるのよ。もういらんその話な。いらんわな。うわ、来た。はい。これ何でしたっけ？黒糖の豆乳プリンパフェです。黒糖の豆乳プリンパフェ。はい、この一番上の葉っぱって食べれるもんですか？あ、別に食べていただいてもチャービールなんでハーブです。これもここで作ってるんですか？アイスは業者さんから、はい。じゃあプリンと中のプリンとかは作ってるんですか？はい、そうです。はい、すごい。うん、なんかすごい濃厚な味する。無調整の豆乳なので、本当に豆腐ができる豆乳でやってるんで、はい。幸せになっちゃうね。甘いもの食べると、うん、こんな沖縄好きやったら沖縄に住んだらいいのに。今はまだちょっと資金が足らなくて。じゃあもうここで稼いだお金での予定です。十分やん。だってお客さんあんま食べ過ぎたらイカれてまうで。いや、自分はどうですか？愛着は湧いてきました。でも多分こういうの分かる人からしたらすごいいいもんやと思うよ。そうですよね。私はもう本当にアートとかそういうの分かんないの。こんなん言うもんちゃうの、もう一回ちゃんと興味湧いたって言うわ。そんな店の人の前で失礼よ。もう一回言ってますからね。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。神を信じるかという話。神を信じるか。神様って完璧な存在やろ。全てのことにフェアに判断できる存在なの。私はね、自分が神だと思ってるというか、神の一部だと思う。で、全てのことにフェアな人間って愛を知れないの。これ笑ってるよな、今笑ってるよな。だからそうらしいで、言うとったユーチューバーが。そう。神社には行ったりするんですか？行くよ。友達にアミちゃんっていうギャルの友達がいて、もういろんなとこのパワースポット巡りとして神社に行くっていうのをやる。ちょっと欠点があって、10円玉があったら使う。その10円投げておさいさい。でも10円玉なくて100円玉はちょっと嫌やねん。他の人がお賽銭にお金を入れてる後ろで2人でっていう神社巡りをしてる。